chào các bạn, mình là Okaji。 最近面接に関する動画が続いています。ちょっと飽きてきたかな。でも今回が最後です。今まで面接の準備、マナー、質問への回答方法などの動画をシェアしてきました。しかし合格率を上げるためにはあともう一つステップがあります。最後のステップは面接のお礼メールです。日本では面接を担当してくれた人に対し感謝のメールを送る風習があります。しかし実はこの風習、日本人でもできていない人が多いです。なぜなら日本人採用の場合、お礼メールが合否に影響することはほとんどの場合ないからです。送っても送らなくても結果は変わらないということです。では外国人採用の場合はどうか。外国人採用においてもお礼メールを送らないせいで不合格になる、不利になるということはないです。しかし日本人採用と違う点があります。それは日本の厳しいビジネスマナーに対する心配です。日本のビジネスマナーは厳格で煩雑です。そんな慣れない労働環境で働けるかどうかも合否の基準になります。お礼メールを送ることでこの人は日本のマナーをよく理解しているという印象を与えることができます。また採用担当者も外国人からのお礼メールには慣れていないので単純に嬉しいと思います。以上のような理由からお礼メールはぜひ送るべきです。とはいえ無茶苦茶なメールを送るのは逆効果です。正しい書き方で送らなければなりません。ここからは具体的なメールの書き方を紹介しますね。送るタイミング。面接に限らず訪問後のお礼メールは当日中に送るのがマナー。遅くても翌日の午前中には送りましょう。また送る時間は一般的な就業時間内に送るのが基本です。休日や深夜は NG。 件名。お礼メールであることと大学名と名前を書く。例、本日の面接のお礼、 YouTube 大学孫悟空。本文。1、相手の会社名、部署名、名前を書く。例、ドラゴンボール株式会社人事部フリーザ様。担当者が複数いたときは役職の高い順に書く。例、ドラゴンボール株式会社人事部フリーザ様、ドドリア様。できるだけ名前を書いた方がいいが、もし担当者の名前がわからないときは以下のように書く。担当者が一人の場合、例、ドラゴンボール株式会社人事部採用担当者様。担当者が複数の場合、例、ドラゴンボール株式会社人事部御中。2、挨拶と自分の情報を書く。例、いつもお世話になっております、本日面接をしていただきました YouTube 大学外国語学部の孫悟空と申します。3、お礼を書く。例、本日はお忙しい中面接の機会をいただきまして誠にありがとうございました。4、志望意欲を示す。例、
フリーザ様のお話を伺い、記者の質の高いサービスや必要なスキルについて理解を深めることができ、より一層記者で仕事をしたいと思いました。5、結びの言葉を書く。例、まずは面接のお礼を申し上げたくメールをいたしました。末筆ながら記者のますますのご発展をお祈りしております。6、最後に名前、電話番号、メールアドレス、住所を書く。例、全体で書くとこんな感じ。どうですか？敬語が多く登場するのでかなり難しいですよね。でも安心してください。4番の志望意欲以外はさっきの例文をそのまま使えばいいと思います。定型文なので、日本人もみんなこんな感じです。ただ、志望意欲は自分で考えて書いてください。入社したいという気持ちを自分の言葉で伝えましょう。少し面倒ですが、合格の可能性を 1% でも高めるために、ぜひお礼メールを送ってくださいね。今回で面接シリーズは終了です。皆さんの面接に少しでも役に立てたら幸いです。次回は皆さんにお伝えしたいことがあるので、少しお話をする動画になります。では今日はここまで。もし動画が面白いと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またね。